ロールスロイス PWR はイギリス海軍の原子力潜水艦に搭載されている加圧水型原子炉。ロールスロイス社の子会社、ロールスロイスマリンパワーオペレーションズが製造し、1966年に収益したバリアント級原子力潜水艦以来、イギリス海軍の原子力潜水艦の動力として用いられてきた。イギリス最初の原子力潜水艦ドレッドノートは、 アメリカウエスティングハウス社製 S5 ワット原子炉を動力源としていた。イギリスで3隻目の原子力潜水艦ウォースパイト。PWR-1 原子炉を装備した2番目の原子力潜水艦イギリスで最初の海軍用原子炉である PWR-1 はロールスロイス社が設計、建造した。ただし路心部だけはウエスティングハウス社の設計を用いている。 この原子炉は1965年に臨海に達した。アメリカ・イギリス相互防衛協定の下での技術移転によってアメリカから提供された潜水艦設計と静粛化技術に関する相当な量の情報と引き換えにロールスロイスは自力で原子炉を設計することができた。ダービーのロールスロイス海洋動力機関が設計と製造の中心となり、 ドーンレイにあるイギリス国防省のバルカン海軍原子炉試験施設で原子力潜水艦への組み込みに先立って試験が行われた。PWR-1 を搭載した原子力潜水艦としては以下のものがあり、そうかした路心別に示す。PWR-2 はイギリス海軍の潜水艦動力用に設計された最新の原子炉。PWR-2 は トライデントミサイルを搭載した、ヴァンガード級弾道ミサイル原子力潜水艦のために開発された PWR-1 の発達型である。最初の PWR-2 原子炉は1985年に、竣工し、1987年6月に、バルカン海軍原子炉試験施設で、テストが開始された。PWR-2 の最新の設計は、コアエッジである。 コアエッジでは燃料の交換周期が炉心の設計寿命と等しくなっており、艦の収益期間中に燃料交換を行う必要がない。従来は燃料交換のために艦隊を切断、再接合する必要があり、長期間のドック入りを余儀なくされていたが、これが不要となることで艦の稼働率が向上し、ライフサイクルコストも低減される。バンガードは 姉妹艦三隻に引き続いて、回収時に、新しい炉心を装備する。アスチュート級原子力潜水艦は、艦自体と等しい寿命を持つ、このコアエイチ路心を装備する。PWR2 は、弾道ミサイル潜水艦用に開発されたため、現行のイギリス海軍の、攻撃型原子力潜水艦用の原子炉に比べて、かなり大きく、そのためアスチュート級の尖閣は、 PWR2 に適合させるため大型化された。情報の自由法のもと、国防原子力安全査察官による PWR2 の設計に対する安全評価が2011年3月に公開された。このレポートは、イギリス国防省の行為の意思決定機関である、国防理事会に2009年11月に提出された、もので PWR2 は、 構造的な欠陥による脆弱性を抱えており、冷却水喪失事故にさらされた場合に、放射性物質を露心外部に放出する危険があると指摘し、潜水艦用原子炉と民生用原子炉を比較すると安全性に乏しく、現在のイギリスの観光は基準に合致した適切で良好な観光に著しく及ばないと指摘した。また、同レポートは原子炉に問題があるため、 原子炉緊急停止後の水面への浮上の妨げとなり、そうした深度制御の喪失が複数の致命的な事態をもたらすリスクがあるとも指摘している。PWR2 を搭載した原子力潜水艦としては以下のものがあり、そうかした炉心別に示す。PWR2 の炉心は、PWR1 より炉心寿命が大幅に伸び、25から30年に及ぶ。 収益機関において燃料交換は不要である。バンガード級の後継となるトライデント弾道ミサイル搭載艦の推進機関として3つのオプション、すなわち PWR2、PWR2 ビット、PWR3 があった。PWR3 はアメリカの設計をもとにしつつ、イギリスの原子炉技術を用いた新しいシステムである。 PWR2 ビットと PWR3 のコストはほぼ同等だが PWR3 は PWR2 派生型よりもシンプルで安全な設計になって終わり寿命も長く維持整備も少なく済む。2011年3月リアムフォックス国防大臣は PWR3 の方がより好ましい選択肢であると述べた。なぜならこれらの原子炉の方がより良い安全への見通しを 与えてくれるからです。2ヶ月後、イギリス国防省は30億ポンドの予算で PWR3 を後継に選定したと発表した。国防省によれば PWR3 は PWR2 と比較して性能及び保守性に優れ、原子炉に求められる高い安全性要求にも合致する。PWR3 を搭載した。 潜水艦の取得には一隻あたり5000万ポンドを要し、これは PWR2 を装備した潜水艦を購入し25年間運用する場合と比較すると効果であるが、PWR3 はより長い寿命を持つよう設計されており、より長期間にわたって運用するのであれば割安になる。アスチュート級7番艦の AJAX に PWR3 が搭載されるという、 紛らわしいプレスリリースがあるが、2012年10月時点では、AJAX は他のアスチュート級と同じく PWR2 を搭載するとされている。PWR を製造しているロールスロイスマリンパワーオペレーションズは、ロールスロイスの子会社で、ビッカーズ、フォスターホイーラー、後にバブコックスウィルコックスが参画して1954年に設立された合同会社。 ロールス・ロイスアソシエーツが1999年1月15日に現社名に改称するとともにロールス・ロイス社の海洋ビジネス部門の一部となったものである。核物質取り扱いの免許を得た3つの地区で創業しており、そのうち2つはダービーのレインズウェイにある。製造地区は1960年8月に免許交付され、 イギリス海軍の潜水艦向けのウラン燃料処理及び PWR 原子炉路心を製作している。ネプチューン放射性部品施設地区は1961年11月に免許交付され、原子炉路心の実験を実施するためのネプチューン試験、原子炉が設置されている。ありがとうございます。